You win。 はい、お気に入りアプローチマン、ウィンウィンの皆さん、アプローチマンことアッピーです。あなたはね、歩いて稼ぐやってますか？このウォーケンはね、一言で言うとスウェットコインのいいとこ取りの最高アプリじゃないかなというふうに思ってますんでね、ぜひご覧いただければと思います。このアプリはアップルウォッチの個数をね反映されるんですが、アップルウォッチ用のねアプリというのはスウェットコインと違ってありませんので、操作することはねありません。よってね、 iPhone だけお持ちの方でもね問題ない内容となっておりますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。で、今回の内容はね、アップルウォッチ歩いて稼ぐ神アプリ第2弾、ウォーケン解説&開始編をねお送りします。以前ね、歩いて稼げるスウェットコインというアプリをね皆さんにご紹介いたしましたけれども、でね、今回はねスウェットコインをねグレードアップしたね最高アプリになってるんじゃないかなというふうに思います。まずね、良いところはね、スウェットコインと併用できるということです。どういうことかというと、歩いてる結果はねどちらにもね活用できるわけですね。歩けば両方ねデータがね取られる仕様になっているので、どっちにしろね今ね歩いておられる方ならばね、一石二鳥はもう間違いありませんので、もう使って全く損はありません。ぜひね、もうやった方がいいと思いますんでね、スウェットコインをやってるんであったらね絶対やった方がいいと思うし、もちろんねスウェットコインはちょっと面白くないなと思った方でもね、今回のはね結構面白いかもしれないので、まあそれだったら使ってみようという方はねいいんじゃないかなと思います。ではね、それがね何がいいのか、そしてねポケモンっていう風に僕はタイトルに書きましたけど、どういうことなのかっていうね、アプリの内容を開始するためのインストール方法から使用方法までねお伝えしますので、まあ、いつもの通りねこの動画で全てね理解できるという形になりますんでね、ぜひねご覧いただいて、当アプリはね上場がね21日というね形にね控えておりますのでね、今後ね大きく人気も上がってくると思います。やるんだったら今だと思いますんでね、ぜひね最後までご覧いただければというふうに思います。それではね、今回のタイムラインです。歩いて稼げるウォーケンアプリね、アプリの概要、稼ぎ方、使用説明、アプリ設定、始め方で、アプリの使い方、デモを起こして、仮想通貨関連いくら稼げるか注意点等については21日以降ね、実際に上場してからね数字が出てくるので、それ以降にね動画にしますんで、もしねそこでねやり取り、ね仮想通貨初めてだという方もね分かりやすく作る予定ですのでね、そこ辺はねご安心して、別にそこの上場まではね別に仮想通貨関係なしでねスウェットコインのように使えますんでね、ぜひね今のうちね仮想通貨ウォーケンをね貯めておくという形でねやっておられたらいいかなというふうに思います。それでは行きましょう。でまずねアプリの概要なんですけれども、以前ねこういうね感じで5つぐらいかな、5つか6つか出しましたスウェットコインについてのアプリなんですけれども、皆さんにね悪いものは紹介してないと思いますんでね、ぜひ安心してね使っていただければというふうに思います。でスウェットコインのね弱点っていうのはね実はあったんですけれども、まあ一つはねゲーム要素がないのでね継続できない人がいるんじゃないかなというふうにね僕は思ってました。やはりね実際登録されてもねゼロ歩という形でね全然歩かないという方もいらっしゃいましたんで、まあアプリをね、まあ削除したりとかもう全然使ってないという方がやっぱりいるんだろうなと。まあどちらかというと計測用のアプリという形なので、別にそれでね何かを楽しむというのがないというところですね。そしてね NFT 要素がないというところがあるので、本来のね投資家という形がね参加してないんですね。参加が低いと思います。でそれはどういうことかというと、ステップンっていうね歩いて稼ぐ先駆けのようなねアプリがあったんですけど、それはね NFT 靴を買うというね概念があったので、それに投資するっていう人がいたんですね。歩くことには興味ないんだけど投資に興味があるっていう方が、参加していたんですけど、まあ、その辺がねスウェットコインにはないので、まあそういう意味ではね、現状ね、これからできるかもしれないですけど、現状ないので、まあそんなにね、投資家の方が参加してなかったというのもあると思います。まあその関係かなんかわからないですけど、その価格がね、そんなに上がらないんじゃないかっていうふうにね、現状はね、みんな思っているような状況だと思います。で、ね、それとの違いでね、ウォーケンのね、いいところというのはね、ゲームをね、ポケモンの要素をね、入れていると。いうねキャラクター、この画面にあるようなキャラクターを入れているということが、まあ、一つ、それとそのキャラ自体がね NFT 化されて売買できるというところがあると。なんで投資家もちょっと入ってくるんじゃないかということは、投資家が入ってくるということは価格がね上がってくるんじゃないかと
というふうにね、思われるんですけど、まあ実際ね、どうなるかはわかりません。ただね、21日、もうそんな遠くない未来にね、すぐわかりますんで、まずその辺でどうなっていくか。そしてそれによってね、スウェットコインというものも、どのぐらいの価格になっていくのかというのもね、見えてくると思いますんでね、まあぜひね、参加するには無料ですんでね、まあやってもらえればなというふうに思います。で具体的にね、ウォーケンとはどういうものなのかというね、内容をね、お伝えしていきたいと思います。1番目なんですけど、スウェットコインと同じ、歩いて稼げる、ムーブトゥーアーンのね、ジャンルのゲームであると。で、そのゲームに、プレイトゥーアーンというね、ゲームをしてね、稼ぐというね、ジャンルもあるんですけれども、それも含まれているということなんですね。なんで、まあ、2ついいところを取っている、名前はね、ウォーケンって読むらしいんですけど、ウォークンじゃなくて、ウォーケン。まあ皆さんよ、ウォーケンって呼んでるんですが、まあどっちが正しいかわかるんですけど、ウォーケンっていうのが多いので、まあ一応ここではウォーケンと呼ばせてもらいます。で、2番目にね、スマホさえ持っていればね、Android でも、iOS でもね、初期投資無料でね、始めることができる。もちろん、その後ね、お金をかけて NFT 売買できますんでね、お金をかけることもできると。そしてね、Apple Watch からのデータもね、加算できるという風になってますんで、ヘルスケア連動という形でバックグラウンドね、動かすことができるということですね。だから iPhone でも GPS のものでもね、別に加算はできるという形にはなるということですね。そして3番目、仮想通貨の、ね、知識がなくてもね、これも開始は可能です。なんで特には問題ありません。4番目、1000本のね、カウントするたびにね、ゲーム内通貨のね、ワンジェムなのかゲームなのかわかんないですけど、をね、稼ぐことができるということなんですね。で、5番目にね、キャスリート。キャットとね、アスリートとね、引き付けた造語なんじゃないかなと思うんですが、なんでキャラクターはね、猫なのかなと、もしかしたら違うかもしれないですけど、キャラクターをね、育てる、NFT を育てるということができて、今はできないんですけど、後々ね、売買ができるようになるというようなね、仕様です。そして、6番目、6月21日ね、今月ですね、火曜日にね、バイビットというところでね、仮想通貨、これもね、WLKN っていうね、ものの上場がね、決定しております。で、7番目ね、スウェットコインとは違ってね、ジェムなのかゲームなのかは、仮想通貨に、ね、交換できるわけではありません。ジェムを集めて、まあ今のところジェムと言いますけど、ジェムを集めて、そのジェムがウォークになるわけじゃなくて、ジェムはね、ゲーム内のね、通貨だけであって、レベルをね、上げるものに使用されるものです。レベルを上げて、他のプレイヤーとこのキャラクターを使ってバトルすることによって、このウォークのね、仮想通貨自体をね、稼ぐことができるというね、ちょっとスウェットコインとは違います。仕様がね。いうものだというね、概念をね、分かっていただければなというふうに思います。それではね、具体的にね、これから見ていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。まずね、いつもの通り、このアプリについてなんですが、まあ、価格はね、0円ですね。で、まあ、可愛らしいね、キャラクターとか、そういうふうにして、すっきりとしたね、画面でね、すごく見やすいというふうに、僕は思っております。そしてね、いつも通り評価とプライバシーなんですが、これね、評価がね、3.6 という形で、ちょっと低くなってるんですけど、最近ね、バーっとね、ついたんですね。で、僕自身もね、そういう風になりました。どういうことかというと、新規で入れる方はどうもないかもしれないですけど、またまた入れてた人がバージョンアップ、アップデートをした時に、すぐね、落ちるようなね、動作に巻き込まれてですね、もうどうしても動かないという形になりました。僕もなりました。あの状況はね、どうしようもないと僕もね、もう悟ったので、もうなくなってもしょうがないやと。で、画面上にもね、データはなくなりますというふうに、出ました。で、実際上アプリを削除して、インストール、再インストールしたら、データも引き継がれましたので、まあ、全員の方がね、引き継がれるというね、僕は作り手側じゃないので、それはね、保証はできませんけれども、おそらくね、救われる方が多いんじゃないかなというふうに思いますんで、もしね、こういうアップデートでね、エラーになって、この動きではどうしようもないという場合にはね、まあ、再インストールされるという形にやってみられたらいいかなというふうには思います。ただね、これすごく溜まってる状態で、もうね、ウォーケンがすっごい溜まってるという状態でね、果たしてそれをね、やってね、なくなったらどうなるんだっていうね、それは結構厳しいなというふうにはね、僕自身は思いましたけど、まあ今のところね、まだ少なかったんでね、まあ削除してやったということでございます。アプリのプライバシーに関しては、まあ、ID という形と、まあ、診断とか、フィットネス自体はね、取られるのはしょうがありませんので、特にね、問題はないかなというふうに思っております。で、次にね、稼ぎ方、使用に関してなんですけれども、まずね、3つの項目についてね、稼ぐ項目についてお話します。
歩いてね、このジェムというね、ものを稼ぐということと、バトルでね、冒険を稼ぐ。そして NFT を売却する。まあ、これね、未実装なんですけど、いうね、3つが大きくあります。で、この画面の通りね、ジェムというものに、この青いカードみたいのが横にこう出てますけど、そこにある数字がね、46.686 っていうジェムが今獲得できているよということです。で、下の方に Today っていうのがありますけど、5113っていうのがあって、まあ、それがね、ワンステップで加算されたものです。で、これはアプリを開いたごとに、その追加された歩数が、どん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 追加されていくというようなね、仕様になっているという形をね、覚えていただければというふうに思います。で、歩いて稼ぐというのはね、1000歩ごとにね、1ジェムもらえるというような仕様になっています。でね、1日にね、カウントされる上限をね、スウェットコインみたいに上限はないので、いくら歩いてもね、どん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 もらえるというようなね、仕様になっています。歩数はね、バトルのね、勝利にね、ものすごく有利に働きます。実際実体験して、そう思っております。なんで、歩けば歩くほど勝つ確率はね、上がると思っていただいていいと思います。もちろんそうですよね。相手と戦うんで、歩数が多い方が勝ちやすいということですよね。で、歩数はね、日ではなくね、24時間単位でね、計測されてます。だからそこもね、ちょっとスウェットコインとは違います。1日で切れるというわけではなくて、24時間で何歩歩いたかみたいなね、概念で動いているということですね。で、24時間以内に2万歩以上歩くと勝率がアップするらしいです。そして、1万歩達成するとボーナスでね、5ジェムス、もらえるという形にはなっています。なんで、もうせっかくね、9500歩ぐらいもう歩いたんだったらね、あと500歩ぐらい頑張って歩いて、まあ、5、ね、ジェムもらえるんで、まあ、それの方がいいかなというふうにはね、思います。で、次にね、バトルについてなんですけど、現状ね、バトルしないと、ウォーケンをね、取得できません。まあ、この仮想通貨ね、取得できない。もちろん、売買というのが始まれば別ですけど、今のところはないので、このバトルでしか、ウォーケンは稼げません。そしてね、バトルはね、1回にエナジー1回消費する感じになります。エナジーっていうのは、まあ、生命、ライフみたいなもんですね。なんでそれが1回消費されると。で、エナジーはね、このキャスリートのレアリティによりね、異なってあるみたいで、最初にもらえるのはね、コモンというレアリティ。上限はね、3と、なってるので、まあ3回まで、戦えるというふうに思っていただければいいと思います。で、エナジーはね、2時間で1個だけ回復しますんで、3つあったら、3つ回復するのに、全部使っちゃったらね、6時間かかるということですね。で、ちなみにバトルはね、コンペティションという形で呼ばれてて、今この、ね、画面にもわかりますけど、一番上にね、コンペティションズって書いてありますけど、コンペティションというふうに呼ばれてて、この試合自体はね、自動で行われるので、特に自分が何かをするということではないです。だから簡単です。デモがやりますんでわかると思うんですけど、自動でね、全自動で行われるという感じですね。で、リーグっていうね、概念もあって、その種類があって、ここリーグ1っていう一番最初に一番下のリーグなんですけど、グレードがね、高くなればなるほど多くのね、ウォーケンがね、獲得できるということみたいですね。で、最初のリーグではね、1勝利に 0.1 ウォーケンね、もらえるという感じになってます。で、キャスリートにね、ついてなんですけれども、まずね、レベルがね、それぞれ存在して、まずレベルがね、0なんですね。一番最初にもらえるのは。で、6になるとね、その売買できるような NFT 化されるというふうにね、仕様はなってます。3つのステータスっていうのがあって、1つがストレングス、で、スタミナ、で、スピードというのがあるんですね。ステータスがバトルモード、バトルをするときにモードがあるんですけど、そのバトルモードと関連があって有利に働くのは、自分自身がストレングスのキャラクターを持ってたら、アーバンランニングっていうのが有利になります。で、スタミナの場合はマラソンレース、スピードの場合はスプリントランニングというね、バトルモードが有利になりますんで、まあそうやってやっていただければなというふうに思います。で、レベルを上げるにはね、ジェムとウォーケンが必要になってくるということなんですね。で、レベルアップ時にはエナジーがね、回復するので、まあエナジーがね、溜まってたらもったいないので、エナジーを使い切ってからね、レベルをね、上げたい方は、まあ、使い切ってから、まあ、レベルをね、上げたらどうかなというふうに思います。それではね、イメージとしてはね、ちょっとなんか複雑で難しいかなとか、いろいろ思ってる方もいるかもしれないですけど、まあ、見ていただければね、あ、超簡単なんで、まあ、見ていただければなというふうに思います。では、まずね、アプリの設定からですね、お願いします。
はい、それではね、ここのねところからダウンロードしていて開くしていただくと、まあ、トラッキングね要求をね僕はしないにしてますんで、しないにすると、まあこれはねお好きな方で、で僕はねアップルウォッチじゃない、アップルのね ID でやってるんで、僕はアップル ID でやるという形にしてやりますと。でクリエイトされたらこの画面になりますんで、クリエイトニューウォレットと出ますんで、まあ、これをね押していただくと、タップしていただくという形でお願いします。するとね、このルールズフォーザセーフというのが出てくるんで、まあルールね、まあ読んでいただいて、で、まあゴッドイットという形にして、で、これはね、書き留めなさいよということです。で、これはね、必ず書き留めてください。で、この、ここにね、出ている文字、数字等でありましたらね、これはね、書き留めるというか、まあ書き留めてもいいですし、画像をね、縮小する、ね、あるいは動画に撮るとね、やっていただいて、すごく重要ですので、誰にも教えないという形でお願いします。何かあった時にね、これリカバリー用にね使われるものですので、これは誰にも教えない、そして絶対に書き留めるという形で、お願いします。で次にねベリファイケーションと出ますんで、ここでね実際にね、自分の合っているものをね入力していって、進めていただくという形でお願いします。でこれで、GodIt でね進んだらクリエイティングされるんで、今ね、どんどん中身がね、クリエイトされていく感じになっております。で、出てきたんで、ゲット、ね、キャスリートという形で、自分のね、キャスリートがね、一つもらえるんでね、僕はこれになりました。という形でね、キャスリートが。で、もうあとはレッツスタートっていう形で、で、あとはもう説明で、コンティニューという形で、ウォークトゥープレイと、まあ、歩いてくださいよと。で、アーンとジェムなのかゲームなのかわかんないですけど。で、アップグレードキャスリートをね、アップグレードしましょうと。で、ブロックチェーンね、やりますよと。で、コングレッションでね、始めましたという形で、まあ、これをね、許可にして僕は始めました。で、エルスケアね、ここは必ずオンにしてくださいね。すべてオンにして、で、許可、右上をね、押して、で、OK にしてやると。だから最初にね、1ジェムもらえていきます。で、これがね、ウォーケンのウォレット。で、これがソルっていうね、まあ、ちょっと仮想通貨の方の話なんで、まあ、ちょっとやりませんけど、まあ、一応やり取りするのにソルっていうね通貨を使うので、まあ、そういう話ですね。それはまた別途の特にお話をしますということです。で画面としましては、左からねこういう画面が出て、次の画面がこれが出て、でその次がこれが戦う画面ですね。でこれが自分の持っている、ね、キャスリートの画面で、一番端っこがで、マーケットプレイスはね、まだやっていないと、しまっているという形になっております。で、特にね、何かね、設定をするというようなところはありませんので、まあ、これでね、もう使用開始できるというふうに思っていただいて構いません。で、次にね、アプリのデモね、見ていただくんでね、よろしくお願いします。さっきのね、内容とかをね、解雇しながらね、見ていただければというふうに思います。で、先ほどね、お話ししたように、歩くとね、こういう形で加算がね、どんどんされていって、この真ん中の Today のね、202の下に、Daily Goal Complete っていうのがありますよね。これがね、1万歩歩いたんで、プラス5という形で増えていってるという形ですね。なんで、まあ、できるだけね、最低でも1万歩行くと5もらえるよというプラスでね、まあ、スウェットコインで言うならば、ブーストみたいなもんですね、になるということです。で、アプリをね、開きますと、歩いた後だと、こうやって加算されていきます。ピュッピュッってこうやって出てきて画面に。で、加算されていくというような感じになるというふうにね、思ってください。で、これがね、次の画面のところで、まあ、ステップね、こんな風になってますよと、今日の感じはどうですよというところで、まあ、見る感じのところですね。で、今日はこんだけ歩きましたねっていうのがグラフ化されるというのもあります。で、まあ自分自身のね、これがなって、数字がね、こうさっき言ったようにストレングスっていうのがあって、スタミナ、スピードっていうのがあって、僕の場合はね、スピードが 0.39 で一番強いので、まあスピードが一番強いやつだったということですね。これは他皆さんのね、ところに出てくる場合にはね、いろいろ皆さんで違うと思います。で、ここに上の方に書いてあります、レベル0、ね。で、3分の3っていうのは3回できるよと。ね、ライフが3回あるよというような意味になるということですね。それでね、バトルやってみたいと思いますんでね。で、リーグはね、1で、コンペティ、リーグ1っていうね、やつを押します。茶色いやつ。で、ここを押します。
するとね、バトルのモードに入りますね。ここでね、さっき言ったスプリントに強いとか、ありますよね。先ほど言った。で、それで僕の場合は、スピードなんでスプリントを選んで。で、今はね、これ一つしかないんで、これを押します。そしたら、あとはね、自動で始まるんで、あとはもう頑張って、勝ってくれ、勝ってくれとね、願うばかりです。で、二段目。で、三段目のね、スピードが入って、で、ここは歩きですね。で、これが多い方が勝ったと。で、私はこの試合では1回目勝ったという形になります。で、このクレームっていうボタンをね、押して課金されるということになるということですね。で、3回できるんでね、これをね、どんどん続けるという形ですね。で、これをまた押して、で、押したらまたくるっと始まって、もうここからね、全自動なんで、で、組み合わせが勝手にされて、で、誰かわかんないですけど、勝手にされて、進んでいくという形ですね。で、勝ったと。いう形になります。で、3回までできるんでね、これを続けて3回やるということになるということですね。まあ、こういう感じでね、まあ、ポケモンみたいなね感じでやっていくという感じになると思います。で、ゆくゆくはね、服が変えたりとかいろいろするみたいなんで、いろいろねバージョンアップしていくというふうにね、自分の好きなねキャラクターにしていくということもできるんで、まあ、その辺楽しむと。で、ここに出てますけど1時間58分後っていう形でもう使えなくなったということですね。これでちょっと白くなったらもう使えないよということですね。で、リーグについてね、どのぐらい違うかというと、リーグ2が 0.19、 3が 0.45 ね、4が 1.03 で、5が 2.02 ね、6が 5.14 もらえるという形になるみたいなんで、やっぱりね、リーグを上げるといっぱいもらえるよというふうな仕様になっているということです。で、実際ね、点数の方ね見たいと思うんですが、今出てるね 0.3 ウォーケンねもらってるという形になってますよね。こういう形になるよということです。皆さんもね、ぜひどん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 これでね買って貯めていって、仮想通貨ね、増やしていってください。まあ、簡単でしょ。だからこうやってね、やる楽しみもね、ちょっとあるというのはね、スウェットコインとはちょっと違うよということでございます。それではね、最初お申しました通りね、仮想通貨編はね、上場後公開いたしますのでね、ぜひね、ご期待いただければというふうに思います。はい、今回はね、以上となります。まあ、スウェットコインをね、やってる方はね、もうやらない手は、僕はないというふうにね、やらない理由がないというふうにね、思ってますんで、まあ、よっぽどなんかない限りはね、入れて、両方ね、一緒にやっていった方がね、まあ、得、もらえるもんはね、もらった方がいいんじゃないかなと思いますんで、別にお金かかりませんのでね、はい、やって、おられたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、お金をかけたい方はもちろんね、もちろんここから上場したりね、NFT 化されたりしますので、キャラクターを買ったりね、できるようになるんで、まあそこでね、お金をかけたい方はね、どんどんかければいいし、という形でね、まあどっちでもやっていけるんでね、まあ好きな方でね、やっていかれたらどうかなというふうに思います。はい、今回のね、動画が、ね、面白かったらよかったね、ためになったとありましたら、ぜひね、グッドボタン、そしてコメントを残していただければというふうに思います。もしね、チャンネル登録まだしてない方はね、こういう動画もまた出していきますんで、もし第3弾がありましたら第3弾も出していきますんで、ね、ぜひね、チャンネル登録していただいて見ていただければというふうに思います。またお会いしましょう。ありがとうございました。See you!